さあ今ねお伝えした通り現役の選手が登場するということで、はい、先ほどロッカールームを出発したとのことですご期待ください。はい、これねでもね昨年のバルテス同様結構貴重な機会になると思うよ。そうですよね、まだね、あのトークショーみたいな感じで出たことがない方だと思う。おお、どうぞご期待ください。いらっしゃいました。あ、でもなんかすごいリラックスした笑顔だ , 笑ってますね朗らかだ。じゃあお呼びしちゃいましょうか。はい、いいんですかね。はい、中日ドラゴンズ背番号47、笠原翔太郎投手。いくぞ。いやー新鮮でしょ。まず D ステージの、ね、お越しの皆さんにご挨拶をお願いします。こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこういったトークマイクを持ってくれます。はいはいはい、初々しい。こういうトークショーみたいなものも初めてです、はい、初めてです、ね、はい、今と緊張してます。緊張してらっしゃる。やばいです、はい、もう見るからに人が良さそうですもんね、はい、この方ね。あのね、人がいいって言えば僕貴重なエピソード持ってるんですよ。あのね、去年入団されたでしょ。え、去年入団されたでしょ、はいはいはい、で、沖縄でキャンプで、あのやっぱりね、1年生ってね、こう練習道具の片付けとかするんですよね、はいはい、で、あのこうやってね、大きな荷物をこうやって動かしながら、はい、目の前に報道のカメラの方がいらして、練習優先でいいですよね、当然、はい、でもね、カメラさんがね、撮ってるんじゃないかと思ってずっと待ってるんですよ、この方覚えてます？俺見ていい人だなと思ったもん。全然覚えてない。覚えてないですよ。あのね、1分ぐらいずっと待っててカメラさんに撮っていいですかって聞いたんですよ。よく周りが見えている証拠ですか。そう、すごい、ああいうのも見られてますからね。本当ですか。ええ、まあ、いい人アピールできてよかったです。好感度アップです。よかった。ちょっとほぐれましたか。はい、あ、そうですか。まずは昨年1勝されたということで改めておめでとうございました。ありがとうございます。例えばご結婚されてます。おめでとうございます。新婚生活いかがですか。そうですね、まあ楽しいです、はい、楽しい、楽しい。ああ、そうですか。新婚生活っていえばめめちゃんもちょっと聞いてみたいことあるじゃないの。はい、そうですね、やっぱり好きな食べ物がちょっと来るかなと思うんですけど、どうやりますか。そうですね、まあ奥さんが作ってくれる、まあ美味しいですね。中でもどんな料理ですか。そうです、まあハンバーグとかは美味しいです。ハンバーグ。初勝利の日とかは何を作ってくれたんですか。初勝利ですか、はい、初勝利の時はまだ寮だったので。あ、これから。じゃあ今シーズン初めて買ったら何作ってくれたんですか。あ、もらう。そうです、まあ何がいいですかね。でハンバーグ作ってもらいます。ハンバーグ作ってもらいましょう。汗をかいてるんですか。はい、緊張してます。緊張してます。いや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 、でもね、マウンドでのお姿は堂々としてますよね。今シーズンもまだね、勝ち星こそついていませんけども、手応えはあるんじゃないですか。そうです、まあ去年の経験を生かして今年もやってるんで、まあ、その面に関しては、まあ、いい感じかな。近々登板の機会がまたあると思われます、はい、次の先発に向けて抱負を語っていただいていいですか。そうです、まあ、次投げるときは、まあ、前回ちょっと長継ぎでちょっとやられちゃったんで、まあ、次投げるときは、まあ、ちゃんとゼロで抑えれるように、で、ちゃんと勝てるように投げたいと思います。わりかしこう気持ちの切り替えはつくのが早い人ですか。そうです、まあ、いつも打たれた日でも、まあ、移動して、その前回だったら、まあ、前橋で打たれてバス乗って降りた時にはもう切り替えてました。バス降りたらもう OK なんだ。早い。もうなんか次抑えれば抑えようと思って、あ、まあ、その中ではちゃんと反省して、まあ、なんか いやいいですよ。前橋って言葉だけでまだざわざわしてましたからね。終わった
ことですね、あれね。そうそう、バス降りたら忘れましょうってことですよ。はい、さあ、そんな笠原投手、ね、せっかく貴重な機会なんで、またいろいろ伺っていきたいと思うんですけども、はい、結婚されて、寮を出られて、はい、その前は寮にいたわけで、はい、比較的仲のいいメンバーってどなただったんですか？そうです、まあ、新之助とかは、僕、ナイター終わりとか一緒に帰って、ご飯一緒に食べて、一緒に行かないで、そしたら、はい、僕の部屋に一回来るんですよ、夜中なの。へぇ、そっから、なんかもう1時間ぐらい来るから出して、たのは覚えてます、ね、迷惑でした？そんなことないです。あ、そうなんですか。仲いいですね。一緒にお風呂も入るんだ。そうです、まあ、まあ、全部ご飯とかも一緒なんで、お風呂入りましょうって。あえて二人っきりで入るんですか？いや、そういうわけではないですよ。気になるんだよね。言い方が悪い。危ねえぞ。言い方が違う。あ、そうですか。ちゃんといるときは。で、その夜中お部屋に来たときとかはどんなお話するんですか？やっぱ野球の話ですか？いや、野球はもうないです。まあ、僕の部屋で録画してる番組を見たりとか。え、そうなんだ。はい、録画してる、差し支えなければ何でしょう、はい、モイドラスタジアムとかなんかいろいろありますけど。知らないでしょ。いや、わかります。本当に？あ、嬉しいね。多分、はい、ちなみにどんな番組を？あの、ドラゴンボール。ドラゴンボール？はい、結構好きで、まあ、僕も結構ずっと見てたので録画してました。へぇ、最近終わっちゃったんですよ。寂しいですね。はい、そうだ、それがリラックス方法なんですね。そうですね、はい、試合終わって、フルタロの時間も結構ありますね。そうなんですね。ちょっとこんな質問も、はい、チアドラゴンズのダンスって結構見てますか？そうです、まあベンチにいる時はたまに見てますね。見てます、はい、ありがとうございます。ベンチにいる時は見てる。そうですね、ベンチにいる時は。ベンチにいない人はそのあんまり映らないじゃないですか。あー、そういう部分。はい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 。で、ベンチにいるときは、まあ、先発とか、結構こう、休んでるときにこう、踊ったりするので、うんうん、あー、すごいなー。すごい。中でもかなりアクロバティックなことやってるんで、はい、そうですか、そうなんですよ。側宙とかやってます。あ、本当ですか？側宙、はい。ぜひ、めめちゃんね、覚えていただいて、はい、注目してくださいね。さあ、ではそろそろお時間も近づいてきましたので、ファミリーシリーズと題打ってこの3連戦をお届けしてますが、はい、笠原投手にとってファミリー、家族ってどんな存在ですか？そう、家族ですか。まあ、やっぱ僕のこの野球人生ずっと支えてくれてる人たちなので、まあ、本当に大事な存在ではあります。はい、なかなか近い場所じゃないんでね、新潟ですよね。そうです、新潟です。うん、最後にお会いしたのっていつですか？最後は年末年始に新潟帰ってたので、はい、まあ、お正月ぐらい、はい、その後ちょこちょこ連絡は取ってるんですよ。そうです、まあ、家族の LINE があるんで、まあ、それで結構連絡取り合ったりとかしてます。あ、明日登板だよ、頑張るねとか、そんな感じで。そういうのはあんま大事かな。試合終わって、ちゃんと抑えたら大丈夫ですよ。また打たれたら、またの前とか、そんな感じの LINE。そういう感じなんだ、はい、なるほど。奥様ともそういうリントリーはするんですか？そうです、まあ、結構、まあ、帰ってからは、まあ、ちょっと話してもそこから、うん、野球のこともお話しされる奥様であると。そうです、まあ、野球のこと全然分かってないですけど、まあ、打たれてないぐらいは分かる。まあ、そのぐらいの程度話しね。そういったご家族の力も、ね、支えにしながら、これからもますます飛躍していただきたいと思います。では、ここからの抱負含めてですね、ドラゴンズファンの皆さんたくさんいらっしゃってます。改めて打ち出してください。ご自身をアピールしてください。はい、そうです、まあ、今シーズン今のところは、まあ、あまり結果は出てないですけど、まあ、ここから巻き返していくんで応援よろしくお願いします。皆さん、熱い声援をよろしくお願いします。新一郎の背番号47、笠原翔太郎投手でした。ありがとうございました。オーラ感じた。感じますよ。本当に。なりました。へえ、はい。そっかそっか、ね。ますます応援したくなるような投手ですね。はい、貴重な機会ご堪能いただけたんじゃないでしょうか。はい、さあ、では今日はここからのお時間ですね。また
そうですね、ゲストがお越しになるということでお期待ください、はい。今日のこのファミリーシリーズプチトークライブ、中日ドラゴンズグッズ担当のお二方が登場ということになります。まずは北野勝則さん、よろしくお願いします。